はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断法パープキット続きをプレイしていきましょう。前回ですね、日本軍はラバウルまで進攻しましたので、この後の進攻ルートはラバウル、ソロモン、それからサンゴ海といって、オーストラリアを攻める前に先に南太平洋を落とそうと思います。左上に出てると思うんですが、作戦目標がですね、南太平洋1月までに攻略ということで、これ攻略するとまた臨時ボーナスがドカーンと出るので、お金が不足している日本軍としてはどうしてもこの臨時ボーナスが欲しいということで、オーストラリアに行く前に先に取り返されてもいいので南太平洋を攻略してボーナスだけもらおうという作戦ですね。では時間を進めていきます。おっと、敵の連合軍艦隊小笠原沖に進攻ということですね。これはじゃあ小笠原の防衛戦になりそうかな、まあ、しっかり防衛していかなきゃいけないところかなと思います。飛行場の戦力がどれだけ頑張ってくれるかだな。ちょっと時間を進めるのゆっくりにしましょう。どうしてもね、艦隊全部残すっていうのは無理にしても、この海域を守るためには最低でも駆逐艦を生き残らせる必要があるので、駆逐艦を一隻逃がしましょうというとこですね。空母が出てるな、やっぱり敵は。まあ、まず敵の空母の位置を探りましょう。この辺りにいそうかな。何個艦隊出てるかもわからないんでね。爆撃機が飛んできていて、この辺りから出てきているのは間違いないな。まずは敵の空母叩きましょう。戦艦部隊だな、敵は戦艦部隊ですね。うわー、大部隊だな。空母もいるね、やっぱり。まず敵の空母をしっかり仕留めましょう。大艦隊が本当に出てきてますね。ここはしっかり味方の航空戦力で敵の空母を仕留めていこう。敵の空母を仕留めるのが最優先ですからね。まあ、でも先に空母よりもここは戦艦群を叩いておいた方がいいかもしれないな。結局夜になると味方の攻撃機も出れない代わりに敵の空母も動けないんですよね。で、反対に夜はね、敵の戦艦の攻撃もろに浴びてしまうので、それを回避するっていう意味では、まあ、むしろいいかもしれないですね。第2波飛ばしていこう。いや、間違えた間違えた、無駄に魚雷を発射しちゃった。ここまで雨が降ってないっていうのは本当にありがたいわ。
攻撃機はちょっと足が短いかな。護衛機、爆撃機は飛べましたけど、攻撃機が魚雷を発射できてるかというとちょっと微妙ですね。で、味方の方はというと、潜水艦も足の止まってきている戦艦に肉薄しつつあります。雨が降ってくるか。ここでもう一回攻撃隊飛ばしたかったところですけど、残念ですね。敵の戦艦は一隻でも多く沈めたい。撤退行動に移り始めているものもあるので、追いついてでも沈めにかかろう。敵の戦艦と差し違える分には、まあ、構わないので、巡洋艦であってもできればね、駆逐艦、戦艦、ジャイアントキリングかましてくれるとありがたいんだけど、やっぱり敵の砲撃もろに受けると、戦艦からの砲撃もろに受けるときついっすよね。敵戦艦、テキサス型戦艦撃沈。もう一隻足の止まりつつあるあの戦艦も撃沈しちゃおう。よし、ペンシルペジンペンシルバニアですね。これも撃沈しましたね。だいぶ損害出ましたけど、いや、驚異的な艦隊が出てきたと思ったけど、一個艦隊だけですね、敵の方は。それでこのダメージか。第7艦隊はほぼ壊滅しましたからね。敵の方は戦艦ニューメキシコ撃沈、ペンシルバニア撃沈、ミシシッピは大破、アリゾナ撃沈、ニューヨーク撃沈、アイダホ撃沈、テキサス撃沈、アーカンソー撃沈ということで、敵戦艦は7隻撃沈ですね。1、2、3、4、5、6、7、敵戦艦7隻撃沈で、軽空母、まあ、護衛空母っていう言い方ですかね。確かにアメリカ軍は軽空母2隻は大破。味方の方はというと、巡洋艦が2隻、軽巡が1隻、第6艦隊から離脱で、さらに第7艦隊はほぼ壊滅という状態ですね。まあ、まずは小笠原沖海戦なんですが、敵第9艦隊を退けました。ただだいぶ消耗してます。さらにマラッカにも敵艦隊進行、3個艦隊が入ってきます。3個艦隊か、気が重いな。敵の進行ルートちょっと読めないけど、マラッカ海峡か。まあとりあえず主力艦をここに配備して、残りの戦艦は、潜水艦はこのまさにマラッカ海峡に配備して、このマラッカ海峡に入ってくるところを一気に仕留めるっていう作戦でいきますか。ということは
対戦と同時に始まる可能性があるので、目論見が外れて北部から進行されるとかなりきついかな。ここはねまだ航空基地がないんで、味方からの攻撃がこの艦隊のみっていうのがちょっと心配な要素ですね。雨が止んだらすぐに偵察機を飛ばしていきましょう。で、空母は2隻ですね。正規空母2隻。まあ、潜水艦をこの海域、まあ、マラッカ海峡に配備してあるんで、まあ、このマラッカ海峡を通過しにかかる敵戦艦、敵艦隊、これを撃滅できれば一番いいですね。雨が止むタイミングをまずは待ちましょう。もしくは、先行している潜水艦が敵の艦隊を発見するのを待つ。さあ雨が止みました。敵の艦隊がどこから出てくるかわからないので、まんべんなく飛ばしておきましょう。偵察機は敵の艦隊発見した。敵の偵察機が出てますね。ということはこっち方面にいるな。発見した。まずは敵戦艦、これはアメリカ軍ですね。アメリカ軍の戦艦が入ってる。予想に反してこちらからアメリカ軍が来たか。イギリス軍かなと思いましたけど、アメリカ軍がマラッカ海峡インド洋方面から進行してきてますね。さらに敵の空母がいるかどうか。敵の空母がいるようであれば、この空母対応していかないといけなくなります。まずは爆撃機を飛ばして、あるいは攻撃機を飛ばして敵の戦艦を仕留めましょう。イギリス軍も入ってるな。きっちりイギリス軍も展開しているという状態ですね。第2波攻撃隊を出します。潜水艦にだいぶダメージが出てるな。潜水艦の補充が必要な感じがしますね。これアメリカ軍艦隊敵戦艦撃沈しておきたいな。さあイギリス軍は航空母艦がいますね。爆撃機が飛んでるので敵の空母がいるはずです。この空母一刻も早く発見して仕留めましょう。敵の空母を一刻も早く発見しないと危ないぞ。敵の空母はどこにいる。
敵の空母発見できない、発見できないけど飛ばしましょう。敵の空母を仕留めたいけど空母発見できないまま爆撃機を飛ばします。まあ、ここは本当に一刻も早く、先制攻撃を加えたいという一心からですね、本当は敵空母の位置を確実に、発見してから仕留めにかかりたいところなんですが、ここら辺だな、敵の空母は。位置的には味方の空母にダメージが出ないようにだけは気をつけないといけない。一旦高速で離脱しましょう。了解。これ以上空母にダメージが出るとまずいので、空母大破。これはどこ？総龍が大破してるね。これ逃げ切れるかどうかだな。見込みで魚雷を発射しましょう。外したかな。よし、敵戦艦一隻撃沈、ネルソン撃沈ですね。あとは逃げ切りに入りましょう。これ増強かけるのもかなりしんどいな。じゃあ時間を進めるのを早くしていきます。もうここから逃げ切りですね、完全なら。まずいな、発見されてる。幸い雨が降ってくれてるけど、なんとか逃げ切れるか。足の速い艦隊、足が速いな、足が速すぎる。アメリカ軍の追撃に遭ってるな。戦艦沈没か、逃げ切ってくれよ。もうこの付け根に隠れるというね。
雲隠れ戦術をするしかない。あとはこのまま時間が過ぎてくれるのを祈るしかないね。撤退します。さすがさすがよ、アメリカイギリス連合軍。あとはここに隠れているこの重巡洋艦が逃げ切ってくれるかどうかと。波状攻撃を仕掛けられたらもう終わりですね。艦艇が傷つきすぎているので。あと12時間、このまま耐えてくれ。敵は空母もいるんで広範囲に索敵できるっていうのがあるんですが、この隅までは来ないだろうと祈るしかない。下手に索敵とか飛ばして場所を知られるぐらいだったらここに隠れましょう。なんとかなんとかなんとかですね、本当に。いや、だいぶダメージ出たな。戦艦6つ、うわー、戦艦2隻撃沈されてるな。潜水艦が思ったほか頑張って残ってくれたかな。イギリス軍の方は3個戦艦撃沈してますが、波状攻撃される可能性はありますね。さあ、ソロモン沖です。ここは確実に勝ちに行きましょう。飛行場の場所は1箇所、ここしかないというのは確定していますね。であれば、まあ、あっさり蹴りはつくでしょう。お任せしとけば決着はつくかなというところかと思います。敵は艦隊はいないでいいんだよね。そういう情報は上がってないので。すぐにでも潜水艦と戦艦と駆逐艦といろいろ増強していってあげないといけないけど、空母の出番はなさそうですね、今回は。よし、ソロモンは攻略完了です。レーダー探知機、これが終わりましたね。さてさてというところだな。まずマラッカなんですが、傷ついた艦隊、まあ、空母はなんとか生き残りましたけどね。生き残ったもののだ、残りの艦隊かなり心もとないので艦隊の増強をしなきゃいけないんですが、増強する艦隊がいない。まずパラオ、あとはトラック、マリアナ、さらに小笠原。小笠原も前回ダメージ出てるからな、艦隊に。かなり厳しいな。大破した艦隊は一旦日本に戻した方が早いね。戻しましょう。そうするとまず潜水艦を作っていかなきゃいけないですかね。
ソロモン、先にやっぱりオーストラリアを抑えちゃった方がいいな。オーストラリアに行きましょう。作戦目標を変えます。オーストラリアにします。で、南太平洋とミッドウェーを抑えて、ハワイにいるアメリカ軍の封じ込めにかかりましょうか。厳しいのが、小笠原だな。やっぱり小笠原厳しいね。マラッカも厳しいけど、艦隊の数が足りない。余ってる艦隊がいないんで、ちょっと早急に潜水艦を作りましょう。潜水艦が足りなすぎるんで。今回はもう潜水艦作れるだけ作ろう。潜水艦による防衛戦術に終始せざるを得ないので、艦隊が傷つくとね、艦隊修理するためにまた鉄を使うっていうね、悪循環が始まるんですよね。で、スパイを送っておきたいけど、オーストラリアスパイが入っていない状態になっちゃってるんだな。まあしょうがないね。あとは技術開発ですね。お金がないのでできないので、物資援助でその分もらうもんをもらっていきましょう。はい、では次回はオーストラリアの防衛、あとは中部太平洋にいる艦隊、ミッドウェーにいる艦隊、敵の艦隊ですね。中部太平洋とアリューシャンにだけは気をつけておきたいな。中部太平洋は今わからない状態にされてるんで、アリューシャンは潜水艦隊だけか。潜水艦隊だけであれば、小笠原沖にいる今の現存艦隊でなんとかしのげるかな。はい、では次回オーストラリアと、あとシンガポール、さらにアメリカ軍の反攻作戦が始まったので、これをしのいでいきましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。